ベルギナンド・アレクサンドル・コリーは、セネガル・ダカール出身の元同国代表の元サッカー選手。コリーは、両親の下でビニュガの町に生まれた。コリーが7歳の頃に、軍や国際連合平和維持活動に従事していた父が、亡くなり、母は、夫の死後に病気を患った。その後、9歳の時に6歳の弟と共に、フランス人カップルに引き取られ、18歳で、 管理会計のバカロレアを取得したランスにある大学に入学するも、サッカー選手としてのキャリアを始めるため退学した。ボワチエを本拠地とする、ボワチエ FC でデビューを果たし、1995から96シーズンにはリーグでへ昇格するも、シーズン終了時に3部へ降格した。その中でコリーは DF としての才能を見出され、リーグ2の LB シャトールーに引き抜かれた。 加入初年度の1996から97シーズン、ビクトルズ文化監督の信頼を得たことで39試合とレギュラーを務めリーグアン賞格に貢献。開幕戦のパリ・サンジェルマン FC 戦でイエローカードをもらった。1997年8月15日の FC メス戦で初得点を挙げ、シーズン終了時に合計3得点を記録。 チームは降格したものの、監督の構想のために止まり33試合に出場した。1999年、リーグアンの &RC ランスに移籍。1年目は10試合と出場機会は多くはなかったものの、翌2000から01シーズン、2001から02シーズンとレギュラーを務めた。2002から03シーズンにイングランドプレミアリーグのバーミンガムシティ FC へ。 シーズン終了までの期間で貸し出され、2003年1月12日のアーセナル FC 戦でデビュー指令から4で敗北。これが唯一の試合となり、シーズン中にランスへ戻ることが決定。復帰後は10試合に出場した。2003から04シーズンにイタリアセリエ A のペルージャカルチョへ移籍するも、出場11試合とレギュラーをつかむのに苦労し、シーズン終了後にクラブは、 セリエ B に降格。翌シーズンはレギュラーを務めていたが、エラスベローナ戦で、コリーが、ボールに触れるたびに、猿の泣き真似をされる、人種差別にあった。2005から06シーズン、ペルージャと契約解除したコリーは、セリエ A のパルマ FC へ加入したが、1年目は8試合と、少ないものだった。2年目は大幅に出場機会を増やし、リーグ戦27試合。 UEFA インターとトカップに6試合出場。2007から08シーズン初め、チェイザレナターリに対しボールのないところで意図的に肘打ちをしたとして3試合の出場停止を言い渡された。シーズン終了後、契約満了に伴い、パルマを退団し引退した。引退後は、セネガル代表のスーパーアバイザーを務めている。セナゴル、フェルディナンド・コリー、ラミーン・セイン。 プロジェクトアーズパーラレル。フェルディナンドコリー。ジェキーテルセナゴルアイル。アーゲデセプテンバーン。アプレイル。d a c a スゲモンペール。ドコリスパンデントデエル。APS. モストフアマレナ AB. で。パークアカホーテューデ。フェルディナンドコリー。レイシスム。フェルディナンドコリーインすると。ルスタットイターリンサンクシャン。ポム。コリースースパンディュートロアマチアス。フジェーデマッチバーミンガムシティ。 アーセナルゼゾン2002-2003ありがとうございます。